視聴者様からいただいたフェンディのバッグを分解してみた。どうもこんにちは、シジゴです。アイです。ホトです。まあ、僕らは普段革の財布バッグを作る職人をやっております。メイドインジャパン世界ということで、世界で活躍する日本のブランドを目指しております。今回ですね、ここにある通り、視聴者の方が、こちらのバッグを提供していただきました。はい、ありがとうございました。フェンディのバッグらしいですね。で、本物が66万5000円、で、これを今から分解して、どの程度のクオリティの偽物なのかっていうのを見ていきます。はい、その前に高井からまたこのバッグの説明をしていただきます。はい、このバッグの説明と届いた経緯、こちらはフェンディのピカブーという名前のバッグです。両面にクラシックなツイストロックをあしらったミディアムサイズのアイコニックなピカブー ICU バッグ、ハンドルと調整取り外し可能なショルダーストラップを備えているので、バンドバッグとしてもショルダーバッグとしても活躍します。製造国はイタリアです。ホームページでは66万5000円で販売しております。ちなみに動画では内装が合皮と言って偽物の理由にしましたが、合皮のバージョンもあるらしいです。こちらの届いた経緯、こちらのバッグは視聴者様の知人の先輩がくださったコピー品らしいです。しかしコピー品なのでデイリーで使用することなく、このまま破棄するのももったいなかったので譲ってくださいました。分解動画を楽しみにしてくださってるってことです。今回は届いてから撮影まで結構時間がかかってしまいました。すみませんでした。この動画の構成、じゃあ今回ですね、2つのトピックで見ていこうと思います。はい、1つ目はですね、シルエット、縫製、糸処理、素材強度の5つの観点からレビューしていきます。はい、今から分解するんで、シルエットだけ先にパッて見て、はい、でその後に次の項目に進んでいこうと思います。はい、で2つ目はですね、それをもとに偽物の格付けをやっていこうと思います。はい、で偽物の格付けの序列はこんな感じです。はい、ポイントが10から9、この場合 S 級ランクとして、まあ、職員でもちょっと判定しにくいっていうね。はい、で次が A 級、これが8から7ポイントね。これは分解するのは分からんとか。で次 B 級が6から5ポイント、まあ、このぐらいの B 級っていうのは、まあ持ってる人やったら分かる。うん、次 C 級ね、 C 級っていうのは誰でも分かるクオリティ、まあ、明らかにクオリティの低い、まあ、バッグね。次が D 級ね、これも落ちてても拾わないゴミっていうことで。はい、10秒告知。あ、ちょっと見せた。見たかい。はい、今日は今回ルナで行こうと思ってます。このルナと言いますと、CG 工房 のハンドバッグの人気のシリーズでございまして、今回ね、吐息シルエットを見ます。今回泣きませんは、溺れかけてる最後の飽きませんみたいな感じだったよな。あの太平洋のど真ん中での飽きませんやったら、イカダ乗って、やっと漂流して、もう早1週間、食べ物もない、飲み物もないという状況で、船も沈んできた、船も沈んできた、どうしよう、サメがこっちへぐるぐるしてる、ハゲタカもこっちを死ぬのを待っているというような状況で、あの豪華客船登場、豪華客船が来て、おい、吐きません。パッパッパって言ってもうあれ、俺なんか互いになんか言いたいことあってんけど、動画中になんか言いたいことあってんけど、俺なんか俺言いなかったさ、可愛くなりましたね。まさやな。それ言いたかったわ。じゃあなんか2つ目のトピックでということで、まずシルエットいきますか。これでもまあシルエット見ていくんですけど、結構使用されてたみたいで、シルエット自体はちょっと判別しにくいというか、でも結構使われてる感じはしますね。うん、革のなんか質感から見て、なんか最初は形結構保ってた感じがするな。この革の質感から巻き戻しで測ってみると、シルエット最初の時点では良かったんじゃないかなと。見たことない光がありそうでした。天然パズルみたいなんでね。知恵の輪みたいなんで、ここ。なんか最近視聴者様が提供してくれた偽物バッグちょっとビビってんすよ。前回センセーショナルやったから。どういうこと？僕ら的に褒めた、これぐらいのレベルで来てくれたな。これ定価66万5千円やろってなると、やっぱりもう見分けやすいですよね、偽物。シルエットの点がいきますか。これが革が使用前の新品の状態まで革の質感を見て巻き戻していくと、シルエットが綺麗だったと僕は思います。8ぐらいはあったはずです。革の質感を見て、タイムスリップできます。何点ですか。8です。8ですか。8です。ってないの、ね、お前。それあの子しか分からない。笑ってんのが何なのかよう分からない。じゃあもうほどいていきますか。じゃあ分解いきますか。はい、分解します。今回も手元のカメラで分解していくと、分解していくと思うだけじゃなくて、実際分解したいってこと。あ、ほどいた。すごいですね、ヒロさん。何が思うだけじゃなくて実行して。今日は可愛いね、おベベ来てますね。やったでしょ、ねうん、なんで共感やん。やるとそうやんのかな、やないとやるかいと思う。あ、もうさっきやったらもうしない。じゃあバラしていきます。今回なんと腕の力だけでバラしていきます。筋肉チャンネルやろ。筋肉とコラボした時いいですね。筋肉のあのプチャンってやるやつ好きやけど、あのネタ、あのちっちゃい子を呼んで構成ザクッと見ますか。66万ならしないことを結構してるんですよね。ここのピッチの広さ見てください。でこっち見てください。あっち戻してください。
こっちが細かくてこっちが広くなってるよ。でそのついでいくとここ糸のつなぎ目、目拾ってません。こっちもギリ拾ってない、うん、これ65万のバッグでは多分ここまでこういうことしないですね。それもまあいいようなっていう感じですね。まあもう早速バラしますか。では行きます。ちなみにこれ前のカーリンと同じ構造の街ですね。けどカーリンよりギリギリ攻めてるっすね。やっぱりちょっと内容量ほんで膨らみ出させてるっていう。わかる。ここまで来てる。コバはあの樹脂系のなんか中国で作られた感ある樹脂って感じですね。糸締まり結構きついですね。偽物にしてはほどきにくい。結構最初すごい綺麗だった、うん、多分綺麗だと思うね。この使用する前ほどきやすいですか。いやまあちょっとほどきやすいくはないな。クオリティ高めやな。まず素材も良さげやしな。え、でもコナグってこれ金メッキなの。これ本金やな。本金メッキですよね、うん、でも知人からもらったんで値段、その本人は値段知らない。前動画外れました。ここ見てください。この下止めと呼ばれるファスナーを止める金具がなく、ファスナーをチェーンの状態で上止めもないですね、はい、っていうのは絶対にしないです。あの本物ならっていうところがここ一気になったのと、あとこれですね、見てください、ずれてますね、はい、コンピューターで言ってるの。いやコンピューターじゃないな、手でいってる。手でいってどうする、うんうん、ここもなかなかめっちゃ数れてますね。で、あと小刃塗ってないの、ここ66万5千のやつでは絶対しないでしょうね、うん、っていうのが今ここ見て分かって、じゃあここちょっと作り結構複雑で、これ、うん、ちょ内装の作り、うん、これすごいな、うん、次ここをバラします。このこいつほどいたらガボって抜けるんで、ボディと街一緒にやってるってことね、うん、ああ、うん、そうそう、これだから作り結構なんか街とほんま一つの裏で行ったりするんだけど、うん、こっちとこっちで仕切り作ることによってここから手前半分はの街をこっちに行って、しかもこの音を合わせてるっていうの。引き続き行きます。じゃあ行きます、あれ全部来た。なんと撮影中にディプイの皮が届きました。パーセンテージの計算して教えてくれ。完成割る売り上げ代金。芯は今からでまだ見えてませんけど、まだ真実は見えてません。マサさん寒すぎ。これ合皮やな。合皮っぽいな。この中は中はな、ここはな、この青い部分は合皮ですね。でも本物は多分皮使ってんじゃない。ここも合皮ですね。じゃあ逆サイドもほどいていきます。まだ撮影側がまだ見えないんだ。ここがあ、そこの裏面、はい、まだ見えてないんちゃう。だって針、あ、ここ見えてるわ。ちょっと皮使ってる。皮ですか。皮やな。でも結構あれですね、長く持ってる方じゃないですか。皮中の合皮です。あ、合皮そうやな、長く持ってる分。ちなみにあの豆知識入れていいですか今、はい、ルイ・ヴィトンとかで合皮ずっと掘ってた財布の内装が、はい、なんかベチャベチャになってるパターンって結構あって、それ結構相談されたりするんですけど、はい、あれなぜなるかというと、フランスとかヨーロッパの規格で作られてるんですよ、はい、あれ、はい、日本みたいにジメジメしてない地域の、はい、だからそのヨーロッパでそのまま置かれてる分にはベチャベチャになれへんねんけど、はい、日本っていう高温多湿のところで保管、まあ、特にタンスとかの中にジメジメしたところで保管するから、ああいう風にベチャベチャになって、でそれを直せるのかという質問はあるんですけど、もうそれを直すことはできないですね。取り替えることはできても直すことはできないですけど、取り替えるとなれば最初から作るより大変な作業になります。ゆで卵を生卵にするみたいな。不可逆性ですね。はい、フランスパンも一緒ですよね。どういうこと。なんかフランスで作ったフランスパン美味しいって感じるけど、うん、日本で同じ材料使って同じことしても絶対にそれにならない。あ、そうなんらしい。フランスに住んでた先生がいる。へえ、まあ外れました、はい、こっちから行きますか。スコ病がネジタイプですね。で、ここビャーめくっちゃいますか。ちょっと外してみます。どんどんなのか、まあ、金具は、まあ、やっぱ結構しっかり重みのある感じの、うん、素材いいですね。そう、素材だから66万のやつだからな。芯も綺麗じゃないですか。芯もまあこういう芯材ハイブランドも使いますね、うん、でも芯材の使い方があるかな。1個ボンって貼ってるだけっていう。しかも全張りしてんな、うん、なんかハイブランドやったらなんかもう3枚ぐらい重ねたりするけど、もうボンって1個貼ってるだけっていう感じの印象。これも一応外してみますか。底部を無理ですか。硬い。これ多分ボンド入れてるわ、うん、頑張ったら外れるけど、ちょっと今頑張る。特に一緒やから別に。じゃあこっち行きますか。まあここハンドル見ます。これハンドルの金具変わってんの。まあフェンディは絶対特注でやってるっぽいの。ここちょっと糸も切れちゃってるんですけど、ここ上糸と下糸のかがりがあるでしょ。これまあハイブランドなここは手縫いでいくはずなんで、このかがりは出ないんですよ。これミシンでいってるんで、こよが見えると。ハンドル見ます。直近しますか。はい、芯材。ここちょっと補助、まあ、これゴムっぽいかまぼこしみたいなのが使用されてる感じですね、はいはい、なんかここ小刃剥げてますけど、やっぱこれって染料系の小刃やったら剥げないんですか。どっちでも取れんねんけど、はい、この樹脂系のやつの方がベロンって
こう取れていきやすい。一回塗ったら綺麗にできんやが、これって。けどこういう使ってたらこういう風にベローンって取れていく。エルメス店京都でやったから見に行ってんけど、やっぱエルメスはちゃんと染料というか、だいたいどれぐらい小判塗ってますって聞いたら、まあ、場所にもよるけど3回くらいって言ってたの。で最後に仕上げとして蜜ろうをこう擦んねん。トップコートみたいな感じにしてた。ブログで頑張って写真撮ってましたけど、あれ分かりました？コマの種類、あ、見たことないな、あれ。なんなんやろな、それか特注なんかもしれんけどな。ちなみにこのネジタイプの金具って結構高いんですよ。偽物でもちゃんとネジタイプを使ってる。フェンディ のバラしてる時にエルメスの話ばっかりするのもどうかなとは思うけど、ベロンってめくっちゃうか、こうほどいて、はい、めくりました。やっぱこういうところもボンドで止めてないよ。これ2本しか出てないってことは、表の糸を裏に引っ張ってないんや。表はもう表で焼いて、裏はそのままほったらかしっていう感じにしてるのと、ほんであと1個今気づいてんけど、ここのステッチあったんやか、これがでもわざとかわからんけど、こうファスナー噛んでた。ファスナーじゃない、あの落とし袋をファスナーポケットの。え、かまさんでもいいと思うね。かましたらそう言うたら容量減るからさ、こんだけ分、多分上で縫いすぎたんやろな、これ。もうちょっと1センチかぐらい下で縫ったらいいんやけど、ガチガチすぎず、あ、でもどうやろ、何て書いてる、 XINUU がっつりいきますね。構造ややこいな、これ。ここちょっともう包丁でスパンっていってみたろ。ってことで包丁で切ります。はい、ここに鉄の芯があるな、ここ全体にめっちゃ硬くするためにっていうぐらいですかね。もうちょっと切りますわ。じゃあ、今この芯材がどこの国か分かれば、どこで作られたか分かんないけど、XINHU、 中国語ではない。まあそんな感じかな、っていう感じでした。はい、分解完了、スタジオ戻ります。まだ分解があるということで、はい、ちょっと僕席外しとったんで、はい、なぜないんですけど、縫製はまあ僕6ぐらいかな、はい、そうですね、縫製は6ぐらいでしたね。糸処理ちょっと解説していただいていいですか。糸処理に関してはやっぱ全然良くなかったですね。後ろから出してもボンドで処理してなかったし、表の糸を後ろに出してっていう処理もされてなかったっていうのと、うん、あと目が重なってないとかはっていうのもあったんで、糸処理自体はそんなに良くなかったんで、うん、3。素材に関しては結構いい感じの素材使ってて、革やった、革、あ、多分本物は内装も革使われてるやろうけど、これに関しては内装合皮でしたね。合皮に関してはでもこんだけ使ってて劣化してないから、そんな悪い合皮は使われてないんじゃないかと。革に関してもカーフ、いい感じのカーフ、柔らかみがあって、それでいて腰もあるという感じの革を使われていたんで、金具に関しても結構重量感もあって、本金メッキされてしっかりした金具を使われてたんで、素材に関しては8ね、で強度、こういうところ本物やったらハンドルのところとか 手縫いするところをミシンでいってるとか、芯材に関してもハイブランドほど丁寧な芯材の重ね方は全然してなかったですね。強度に関しては、6で、これで計算いたします。結果計測中。じゃあそのわけで出ましたポイント、シルエット 8.0、 縫製 6.0、 糸処理 3.0、 素材 8.0、 強度 6.0 の足して平均出しますと 6.2 ポイントでございました。6から5のなので B級ね、本物持っている人なら分かるっていう、分かると思いますね、これ、まあ、普通の以前も、まあ、その感じのランクになりました、はい、前回になるのか分かんないですけど、カーリンってこの街のところ分厚かったじゃないですか、うちのこの腕ミシンで、くるって回るような感じだったでしょ、この間ミシン書行ったじゃないですか、重機の人が作った新しい腕ミシンあるやんか、もうむちゃくちゃ攻めれるやつ、もうあの最新すぎて画像もないぐらい、正直一緒やつだな、撮りたかったんやけど撮られなくて、こんぐらいのカーブいけたよ。ハイブランドとか綺麗に縫えるっていうのは、そういう設備を揃えてるっていうのも結構あるっていうのと、あと2本のミシン書やのに、これまだ日本では発売してないんですよって言われへんな、海外にはもう販売してるけど、日本でやってる展示会のように日本で買われへんっていう、やっぱ日本は縫製業とかがちょっと落ち込み気味やから、まあこれもちょっとキワキワ塗ってたやろ、塗ってたでしょ。だからそういうのはちゃんとしたマシン使って、まあ、縫われてんちゃうっていうのが最近の気づきでございます。まあ我々決して偽物推奨しているわけではございません。騙されないためにも、正規店でお買い求めいただくことを我々は、推奨しております、はい。まあ、職人の、まあ、技術を買うというような意味でね、愛着もで使っていただく以上、まあ、そうしていただければいいのかなと思っております。はい、ヒロさんが最近気づいたこと、最近気づいたこと言っていいですか。どうぞ。偽物のバッグとかあるじゃないですか、結局持ってっても使わんよ。不安になったらもう使わんくなってきて、それ思うか偽物か分からん微妙なラインとか、偽物って断定されたやつとかってさ、僕は触らなくなるもんね。愛着も使っていただくにもちょっと高くてもいいんじゃねって思いますよね。そうですね、結局買った後に後からやっぱ偽物っぽいなっていうので、なんか精神面的に使わんくなるっていう。本物も店とか行くの嫌になるんちゃう、ちょっとバレてるかもっていう疑心暗鬼みたいな感じになるんやろな。まあ、ぜひ正規店でお買い求めください。
ださいというのが我々の見解でございます、はいはい、10秒告知の続き。先ほど10秒告知で、まあ、十分魅力は伝わったと思いますが、はい、あのもう一回念押しということで、はい、フランスのデュプイのクリスパニルっていうね、うん、皮使って作ったグナの、底が27センチということで、はい、前のやつより大きめのグナで、ちっちゃいバージョンもあるんでね、これで、こちらまだ作って今出品した状態なんですけど、はい、中もデニム、まあ中は中いつも一緒なんですけど、はい、ほんであのショルダーがついてるんですけど、今手もあのなかったんで、また生地替えもできるんで、はい、シジコの新しく本編の上に、うん、シジコ取扱い革一覧って書いてるんで、はい、とこ作ったんで、まあ、もしご興味のある方は、まあ、公式 LINE でね、はい、ひょっとしたらこの革で使えんじゃねっていうのを思ってくださったね、あ作れるんじゃない、あのお気軽に LINE ください、うん、ちょうどたった今ね、僕ちょっと分解の時に参加してなかった理由が、はい、あのデュプイから革来たんですよ、はいはいはい、直で注文してるやつね、はいはいはい、うん、完全めちゃくちゃ安かったね、今回。何倍だ？まだ輸入許可証来てないから、うん、何とも言えんけど、あの 5% ぐらいだっけ？前何倍だっけ？14%。そんな変わってるの？嬉しいと思って。ゆくゆく 0% になるんで。まあ、そんな感じで、まだ、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご紹介させていただきます、はい、させていただくと思っただけじゃなくて、本当に紹介していくと。ハマってんのそれ？ハマってる。もうそんな感じです。真ん中の正方形はホームページへのアクセスボタン、真ん中の丸はチャンネル登録ボタン、左は最新の動画、右はおすすめのコンテンツ動画です。最後までご視聴ありがとうございました。